虹色カルテ第6話。マソラは病状が徐々に悪化してきている中、母にまだ病気のことを打ち明けられていないことが、日に日に彼女の気持ちを重くしていました。そんな折、とうとうマソラは倒れてしまい、仕事を休むことになってしまいましたが、なぜ彼女が母に打ち明けられずにいるのか、その思いを聞いたサクと太陽に背中を押され、ついに母に手紙を送ることができました。病気は悲しいことが多いけれど、その病気のおかげで虹の村の人たちと出会えた。幸せに暮らしていることを母に知ってもらいたい。ずっと心に抱えていた心配事が一つ解決し、ほっとできた第6話でした。そして次回の第7話は、雪乃のまだら認知症の症状が悪化してしまうというお話です。定期検査で自分の年齢が答えられなくなってしまった雪乃。ついにまたその時がやってきてしまったようです。雪乃の場合、症状が出始めてから約10日で何もかも忘れてしまうそうで、それを聞いた雪乃は動揺するも気丈に振る舞ってみせます。サク、太陽、マソラと共に沢子の家を訪れた雪乃は、ある一枚の婚礼写真を見つけました。虹の村には古くから伝わる伝統的な婚礼儀式があったそうなのですが、最近はウェディングドレスが主流で、隣町まで行って結婚式を挙げる人がほとんどになってしまったそうなのです。自分が挙げた結婚式の記憶が全くなく、寂しそうな顔をする雪乃を見て、マソラは村の伝統的なスタイルで雪乃と春信の結婚式を挙げようと提案します。村の伝統儀式を行うと知って、ジジーズやサワコは張り切って準備を開始します。そんな中、日に日に症状が進行し不安になる雪乃。記憶を失うまでのカウントダウンが始まっている中、最高の結婚式を挙げようと、村中が一致団結します。もうすぐ僕を忘れる妻に何を残せる？あと少しだけ時間をください。雪乃と春信の結婚式は果たしてどうなるのでしょうか？第6話のストーリーは、母親に病気のことを打ち明けられていないことがずっと気になっているマソラ。12月のカレンダー、母の誕生日が近い。それまでには言わなきゃと思うも、なかなかメールの送信ができない。手紙を書こうとするも、筆が進まない。そんな悩むマソラの背後には、彼女が手書きした村のイラスト地図が壁いっぱいに貼られていて、いつの間にかこんなに増えていたんだなぁと。確かマソラがこの村に来たのは夏頃だったと思うので、もうそんな月日が流れたのかと思った瞬間でした。村の建物や景色、人、空の写真をたくさん撮り始めたマソラ。どうやら母に送るための写真を撮りためているようです。診療所の写真も撮ろうとしたら、太陽が光の加減やらをやたら細かく指示してくる。そのくせ自分が撮られるのは苦手で、逃げ回っていて可愛い。三人でも写真を撮ろうと提案するマソラ。村で新しく挨拶に認定されたやつやりましょうと言って、サクとマソラが、俺以外みんな死ねーってメロイックサインでポーズ。やっぱりいじられてますね、太陽くん。相変わらず仲良しです。雪乃の検査の日がやってきました。
簡単な記憶テストや計算にも問題なく答えられ、結果は良好。あまりにも簡単なテストに驚くほどで、冗談も言う余裕があった雪乃ですが、今のが答えられなくなる日が来るのかな、私。怖いな、と急に顔を曇らせてしまいました。そんな中、日向が転んで泥んこになりながら一生懸命走っているシーン。予告を見て何が起こるのか知っていたので、感動のシーンのつもりで見ていたのですが、ジジーズのヒロシとジローが走る日向に声をかけたとき、二人の戦闘レベルを冷めた目で寝踏みする日向。ヒロシ、レベル1、アロハシャツ、臭い、うるさい、お酒臭い。ジロー、レベル1、サングラス、汚い、うるさい、漬物臭い。役に立たない認定。しかも、舌打ちしてスルー。何度でも繰り返してみたい。ひなたの舌打ちがやたらに可愛くて癖になる最高の演出でした。嵐と秀夫もどうなることかと心配しましたが、重病ではなく安心しました。むしろひなたの成長を二人で喜んで、日頃の感謝も直接伝えることができて、並んで寝込んでいたあの時間は、二人にとってとても貴重な瞬間だったように思います。そして診療時間が終わり、一段落したとき、突然マソラが倒れてしまいます。サクと太陽に部屋まで運んでもらい、ステロイド点滴をしてもらうマソラ。数日、マソラは診療所の仕事を休むことになり、布団の中で父が亡くなった日のこと、医者になると決めた日のことを思い出していました。日向より少し大きいくらいの年でしょうか。医者になると母に宣言したあの日のこと。そして病気が発覚したとき、かつての勤め先から病人はいらないと切り捨てられたときのこと。その夜、どこからか聞こえてくる歌声に気づいたマソラ。窓の外を見ると、彼女を励ますために集まった村人たちが歓迎会の時に歌ってくれた虹を大合唱していました。それを見た彼女は隠れて泣いてしまいます。徐々に進行していく自分の病状に、少し焦りを感じていたマソラの心に、彼らの歌声はどんな風に届いたのでしょうか。サクと太陽は今回も本当に優しい。倒れたマソラにお粥を食べさせてくれたり、力が入りにくくなった彼女のために DIY で階段に手すりをつけてくれたり、太陽は涙を流してマソラの話を聞いてくれていましたね。なぜ母に病気のことを言わないのか。幼少期に父を亡くしてから母は働き詰めでマソラのそばについていてあげられなかったことを断るごとに謝っていたから。病気のことを話したらせっかく手に入れた自分の幸せをまた犠牲にしてしまうのではないか。そう思うと言い出せない。そんな話をする彼女に、十分頑張っているから、頑張りすぎなくていいと涙を流しながら、マソラの気持ちに寄り添ってくれました。あの某ファミレスのミラノ風ドリアとはちょっと違う、サクお手製のドリアも美味しそうでしたね。あんな夜食をみんなでつっついている時間もほっこり幸せな光景です。病気になるということは悲しいことが多いけど、この村に来て、この村の人たちと時間を共有して、悲しいことばかりじゃないと知ったマソラ。
そもそも病気が発覚していなかったら出会うことのなかった虹の村の人たち。そんな思いが母に送った写真にはたっぷりと収められていました。100枚を超えるその写真にはカメラに向かうマソラや村人の笑顔が溢れていて、彼女からの手紙で病気のことを知った母は、娘が楽しく暮らしていることを知って安心したようでした。そして母も手紙を読みながら、マソラが医者になると宣言したあの日のことを思い出していましたね。その日から家の手伝いをしながら勉強に励み、そんな彼女を支えながら二人で歩んできた日々。幼かった娘が立派な医者になり、素敵な仲間に囲まれ幸せに暮らしている。お母さんもこれで一安心ですね。再び検査に訪れた雪乃。前回と同様、冗談を言いながら簡単な質問に答えていく中、最後にあなたの年齢は？と聞かれ、答えられず、動揺してしまいました。次回は記憶を失いゆく雪乃のために村人が一致団結し結婚式の準備をします。どのような結婚式になるのか第7話が楽しみですね。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。